蒸着で表面化されたヘルメットのゴーグル蒸着とは、金属や酸化物などを蒸発させて、素材の表面に付着させる、表面処理あるいは薄膜を形成する方法の一種。蒸着は物理蒸着と化学蒸着に対別される。ここでは、主に PVD の一種である、真空蒸着を解説する。真空にした容器の中で、蒸着材料を加熱式かもしくは消化して、 離れた位置に置かれた基板の表面に付着させ、薄膜を形成するというものである。蒸着材料、基板の種類により、抵抗加熱、電子ビーム、高周波誘導、レーザーなどの方法で加熱される。蒸着材料は、アルミニウム、クロム、亜鉛、金、銀、プラチナ、ニッケルなどの金属類と、光学特性を有する薄膜では主に塩に、チに、ジロに、 MG 会議などの酸化物や復化物を使用する、蒸着は金属のほか樹脂やガラス等にも利用され、紙などにも処理が可能である。精膜する際に基板や蒸着材料によっては、RF プラズマやイオン重症射により、蒸着前処理を施すことにより密着性を向上できる。しかし、非常着物が樹脂の場合は、 この全処理を行った場合逆効果になるものがあるため、非常着物の内容が明らかでない場合は、あらかじめ調査及び事前試験する必要がある。ここで RF プラズマとは、真空層内にアルゴニア酸素のガスを導入し、電源周波数 13.56MHz の高圧電源によりイオン化させ非常着物の表面を解出する手法である。また、イオン銃は、 イオン中本体内部にアルゴンや酸素ガスを導入しイオン化させ、本体上面に設置された直径 1mm 程度の穴より非常着物の表面に向きイオンを照射する機器である。容器を真空にする理由は、蒸着材料の分子が基板に達する前に、容器内の残存機体分子に衝突することを防止するためと、蒸着材料の蒸発温度を下げて、蒸着を容易にするためである。 10から3から10から4パスカル程度の真空度が必要とされる。真空のためには真空ポンプが用いられる。上着中の膜圧の計測は分光学的に反射率や屈折率を計測する方法や水晶振動子の上着材料付着による振動数の変化を測定する方法などがある。光学薄膜、磁気テープ、ディスプレイ構成の電極、半導体膜、 絶縁膜など、携帯電話、PDA のディスプレイ表面、本体装飾コーティングなど、電子部品、食品包装材、ファッション素材や建材などがあり、様々な分野に広く利用されている。操作型電子顕微鏡や EPMA の観察において、チャージアップを防ぐために C や AU 等を定着させることもある。東映制作の特撮テレビドラマ、 宇宙刑事ギャバンの作中で使用されたコンバットスーツは FRP に金属を真空定着する技術で制作され高い金属質感と軽量化を実現している。また、劇中でもギャバンがスーツを装着する際に定着の掛け声が使用されている。1857年にマイケル・ファラデが基本原理の下最初に行ったとされる。あと、1930年代には 油拡散式真空ポンプの実用化により、主にレンズの反射防止膜の作成に使用されるようになる。第二次世界大戦では他の光学機器の需要が高まり、真空蒸着も発展を遂げる。ありがとうございます。